幸福についてショーペンハウアー前回の続きからです第三章その人は何を持っているかについて偉大な幸福論者エピクロスは 人間の欲求を適切かつつ見事に3つに分類した第一の欲求は自然かつ必要不可欠なものこの欲求は満たされないと苦痛の原因となる従ってこれに属するのは食と衣服のみだこれらはたやすく満たすことができる 第二の欲求は自然だが必要不可欠ではないもの性的満足の欲求であるもっともイオゲネス・ライルディオスの報告ではエピクロスはこれについて述べていないことになっているこの第二の欲求を満たすのは結構難しい第三の欲求は自然でもなければ 必要不可欠でももないもの贅沢絢爛豪快の欲望で切りがなくこれを満たすのは大層難しい財産に関する願望はどこまでが道理にかなったものなのかその限界を定めるのは不可能とまでは言わないが困難だなぜなら財産に関する各人の満足は 絶対量ではなく単なる相対的な量すなわち要求と財産のバランスに基づくからである従って財産のみを切り離して考察しても分数における分母のない分子を眺めるようなもので無意味だ財産を要求しようと夢にも思わない人は財産がなくても全く不自由な思いをしないどころか 完全に満ち足りている。一方その100倍も多くの財産を持っているのにないもの出だりをするために不幸せに感じる人もいる誰もがこの点では自分の手に入るかもしれないものを視野に入れ各人の要求はその射程内にある射程内の何らかの客体が手に入りそうに思われれば幸せに感じるし これとは反対に障害が生じて手に入りそうな見込みが奪われれば不幸せに感じる。射程外のものは全く影響を及ぼさない。だから金持ちの莫大な財産が貧しい人々を悩ませることはなく一方金持ちは目論みが外れると既に持っている巨万の富にすら慰めを見いだせない。 富は海水のようなもので飲めば飲むほど喉が渇くこれは名声にも当てはまる富すなわち経済的な豊かさが失われた後当座の苦痛を乗り切れば私たちの普段の気分がまた以前とさほど大きく変わらなくなるのは運命が財産という外的要因を縮小したのであればそうなった以上 私たち自身が私たちの要求という内的要因を同じく大層縮小するからである。だが不幸な出来事におけるこの縮小操作は誠につらいものだ。縮小操作が終わった後苦痛はだんだん小さくなりしまいにもはや苦痛を感じなくなる。つまり傷が癒着するわけだ。逆に幸運なケースでは、 私たちの要求の圧縮器が押し上げられ、要求が拡張する。ここに喜びがある。しかし拡張操作が完了してしまえば、喜びは長くは続かない。私たちは拡張された要求の大きさに慣れっこになってしまい、財産がそれに応じて拡張したことに対しては無頓着になる。 地上に住む人の心は今もなお神々と人間の父なるゼウスが送ったあの昔の日と変わらないのだから」という言葉で結んだホメロスの飼育オデュッセイア18の130から137はこのことをうまく言い表している要求という内的要因を絶えず新たに高く押し上げようとしても 財産という外的要因は動きを見せずどうにもならない点に私たちの不満の源泉がある人間のように常に何かを必要とし欲望を本質とする種族のもとで何者にも増して富が率直に尊重されそれどころか崇められ権力までも富の手段となるのは驚くにあたらないまた例えば哲学が 哲学教授と称する輩によって台無しにされているように鋭利のために他は何もかも無視されたり根こそぎひっくり返されたりしても驚くにあたらない人間の願いが主としてお金に向けられ何者にも増してお金が愛されることにしばしば非難が加えられるけれどもいついかなる時でも変化自在の会心プロテウスのごとく 万家による願望や多種多様な欲望の対象に早変わりするお金を愛するのは当然でありおそらく避けがたいことなのだろうつまり他のものは皆一つの願望一つの欲望しか満たせない食事は空腹な人にのみワインは丈夫な人にのみ薬は病人にのみ毛皮は冬にのみ 女は若者にのみ役立つという具合だ。従ってそれらは皆特定の目的のためのものであり相対的にしか役立たない。だがお金は具体的に一つの欲望ばかりでなく抽象的に欲望全般に対応できるためお金だけは絶対的に役立つものなのだ。現に持っている財産はたくさんの不慮の最悪や 事故に対すする防壁とみなすべきで、世の快楽を呼び込むお許しが出たとか義務づけがなされたなどとみなすべきではない親譲りの財産はなくてもいかなる才能であれ自分の才能でついに大儲けできるようになった人々はほとんどが自分の才能こそが永続的な資本であり儲けはそこから生じた利潤だと思い込むようになる。 そこで彼らは儲けの一部を貯金して永続的な資本を作ろうとはせず稼いだ分だけ支出してしまうけれども例えばほとんど全ての芸術がそうであるように才能は儚い性質のものなので才能そのものが枯渇すると儲けは伸び悩み途絶えることもあればあるいは特殊事情や景気のおかげで才能が幅を利かせただけで この特殊事情や景気が断ち切れてしまうこともあるため彼らは大抵貧乏になるそれでも手仕事をする職人なら前述の方法でやっていくことができる彼らの仕事の能力はたやすく消え失せるものではなくやっとを入れた職人の手を借りて補うこともできるし彼らが作る製品は必需品なので 常に売り行きが見込めるからだそれゆえ手に職があれば食いっぱぐれはないということわざは正しいしかし芸術家や各方面の名人はこういうわけにはいかずだからこそ高い報酬が支払われるそれゆえ儲けを元手とすべきなのに彼らは不尊にも単なる利潤とみなしそのために身の破滅を招く。 これに対して相続財産を持つ人々は何が元手で何が利潤か少なくとも一目で的確にわかるので彼らの大部分は元手の確保に努め決して元手には手をつけずにできればせめて利潤の8分の1は貯蓄して将来の不振に備えようとするだから大抵はずっと裕福な生活を送る だが前述したことは商人には当てはまらない。というのも商人にとってお金そのものがさらなる儲けの手段であり、いわば手仕事をする職人にとっての道具のようなものだからである。自分で得たお金であっても活用して維持・増加に努める。従って商人ほど根っから富に精通している職業はない。一般に見られることだが、 本当の困窮欠乏と戦ってきた人はそれを話に聞いて知っているだけの人に比べて困窮に対する危惧の念がはるかに少ないために無駄遣いしがちである何らかの行幸やいかなる種類であれ特別な才能によって早々と貧困を脱し裕福になった人は前者に属しこれに対して裕福な家に生まれ ずっと裕福な生活を送ってきた人は後者に属する後者の方が前者よりも全般的に将来のことをよく考えておりそのため経済面の切り回しがうまいここから大局地的見地に立つなら苦境はさほど悪しきものではないらしいと推論することもできるだろうけれども本当の理由はむしろ生まれながら そ伝来の富を持つ者は富が書くべからざる者いわば空気のようなこれがなくては生きてゆけない要素になり我が身の無事を図るように富を守りそれゆえ大抵几帳面で慎重でやりくり上手だからであろうこれに対して貧しい境遇に生まれた者は貧しさが自然な状態であり何かの弾みで富が転がり込むと 富は単に凶楽と当人に適した過剰なものとなりその富がなくなれば以前と同様になして済ませることができるし富にまつわる気がかりからも解放されるここではシェイクスピアの言葉が当てはまる「こじを馬に乗せてやると馬が死ぬまで失踪させる」ということわざがその通りになるシェイクスピア ヘンリー6世第3幕第1条さらにこのような人々は一方では運命に対して他方では自分を根苦と貧窮から救い出した独自の手腕に対して頭からそして心から各個たる過大な信頼を寄せているので浮遊な生まれの人とは違って困窮のどん底にあっても底なしのどん底とは思わず そこまままででいいけば、た高みへ浮上するると思っているのは言うまでもない貧しい娘が結婚すると高額の結婚持参金付きの女性よりも派手好きで金遣いの荒い妻になるというケースは非常によく見られこれも人間本来の特質から説明がつく大抵金持ちの娘は財産を持参するばかりでなく財産を維持しようとする熱意。 というよりむしろ生まれついての本能も貧しい娘より多く持ち合わせている。最もこれと反対の主張をしようとする人はアリオストの第一の風刺を盾に取ることだろう。これに対してジョンソン博士は私の意見に賛同して財産のある女性は金の扱いに慣れているので賢く使う。だが結婚後。 初めて金が自由に使えるようになった女性は、使うのが面白くて湯水のように使ってしまうと言っているいずれにせよ貧しい娘と結婚する人には妻に元本を相続させず利子だけを相続させ特に子供たちの財産が妻の手に渡らないようになさいと忠告しておこうここで獲得した財産および 相続財産の維持に心を配るように進めたことが書きてたる私の名を入れになるとは全く思わないすなわち家族を持たず自分一人だけでも真に独立してつまり働かずに悠々と暮らせるだけの財をもともと持っているというのは計り知れぬ利点であるこれで人生につきものの緊急や労苦から免除免責される つまり万人が背負う区役地上のこの自然の定めから解放されるからだ運命からこのように厚遇されて初めて真の自由人に生まれたと言えるこうしてようやく自分の時間と自分の能力を自由に使うことができ朝な夕な今日一日が私のものと言えるのだからまたセンターレルの年金がある人と 10万アレルの年金がある人との差異が1,000アレルの年金がある人と無一文の人との差異に比べれば限りなく小さいのもこれと同じ理由であるけれども親譲りの財産が最高の価値を発揮するのはこれを手にした人が高尚な精神的能力を備えていてあまり収益につながらない試みを熱心に追求する場合である。 すると彼は運命から二物を授かったことになり今や彼の創造的精神に従って生きることができるからだ。でも彼は他の人にはできないことを成し遂げ人類全体が恩恵にほくしおそらく人類の栄誉となるものを生み出すことによって恩義を100倍にして人類に報いるだろう。